術の進歩により世界の距離は縮まった。しかしその代償として国家機関や有名企業の監視カメラ映像が流出、 SNS からはあらゆる個人情報まで特定できる時代となってしまった。ボーダーレス、その言葉からは光り輝く自由が想像されたのだろう。しかしここに集まったのは普段は見えることのない闇の世界が日常的に隣接することを証明する真のボーダーレスな世界。これらの映像を目の当たりにした時、果たしてあなたは正気でいられるのか。